い、今回は京都で安くて美味しいランチ行きたいなと調べている方におすすめの内容です。今回もええ店ご紹介します。食べるラー油の発祥店菜館門です。もう私はこの店好きで何回も食べに行ってます。でいつも見てくださっている食べ歩き研究所の皆さん、ほんまにいつもご視聴ありがとうございます。もうめっちゃおすすめのお店なんで、今回も張り切って動画を作りました。でチャンネル登録まだの方は食べ歩き研究所をチャンネル登録しておくと美味しいグルメ情報がゲットできますので、研究員の一員となって休日を楽しむスキルをぐんぐん上げていきましょう。でこの菜館門の場所なんですけど、嵐電片平の辻駅からすぐのところです。もうマニアックな駅名ですね。京都の人じゃないと読めないような駅名です。まあ、店内はテーブル席も多いので家族連れで行っても大丈夫です。でどの店もそうなんですけど、行ってみて定休日だと気分が下がってしまうので、行く前に電話をした方がいいですね。で菜館門の情報を概要欄に貼っています。行きたいなって思いましたらいいねボタンを押して動画を保存することがおすすめです。はこんな感じです。もうランチメニューがおすすめです。でランチは品数が多いのにお値段がめちゃめちゃ安いです。菜館門は食べるラー油の発祥店です。食べるラー油だけ買いに来るっていう人も多かったです。でおすすめのメニューはネギ汁そばです。もうめちゃめちゃ注文してはる人多かったです。もう私もこれが一番だと思います。じゃじゃーん、コスパ最強の中華ランチのお出ましです。お値段は1000円です。このご時世ありがたいですね。でこのネギ汁そばなんですけど、もうとにかく麺が美味しいです。で担々麺もそうですが、菜館門の麺ってめちゃくちゃ美味しいんですよ。で野菜がいっぱい入っているので利用にいいですね。でネギ汁そばのちょっとお話になってしまうんですけど、冷え性の方におすすめと書いてあるポスターを見つけまして、もうまさに私のためのグルメだなと思いました。でこのお粥なんですけど、こちらも絶品でしたね。でお粥かご飯かで選べます。でこの上に食べるラー油をかけます。もうまさにたまランチ。もう優しい味ですね。で油断してたら辛いので注意ですよ。でこの豚まんは文句なしで美味しい。サイズもミニでええ感じで、こちらのねネギそばなんですけどね、もうスープも最後まで飲み干せるぐらい美味しかったんです。もうラーメン屋にカウントしてよいなら、もう私のラーメン屋ランキングで上位です。気分を上げてくれるおすすめ中華店です。それでは良い休日をお過ごしください。バイバイ。